画面の前の皆様、こんにちは。うつぼです。では今回は、State of Decay 2、続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、戻ってきましたね。実は、前回の撮影の後に、ちょっと、進めまして、恋人の、リリーの、感染が、治りましたね。そして、新メンバーとして、ハイリー、そして、ガップ、この二人が、新しいメンバーとして、ここの基地に入ることになりました。ただですね、全体的にちょっと疲労が溜まってますね。この、名前の上にあるアイコン、これはちょっと疲労している状態ですね。もう少しメンバーが増えて、うまくローテーションをできるようになれば、各メンバーの疲労も、少なくなってくると思います。さあ、では、資材を集めていきましょうか。ではここに行っていろいろ集めていきましょう。捕まえて、できるだけ姿勢を低くして、足音もあまり立てなければ、気づかれることもないですね。そこにもいますね。よいしょ。おっと。ちょっと
というゾンビが現れましたね。ちょっと逃げましょうか。しばらく進めていくうちに、ああいう、普通のゾンビとは違う、強いゾンビも出てくるようになってしまいましたね。Oh fuck, they in trouble.侵入してしまいましたね。あのミニマップに見えるあのゾンビの絵の描いたのは、群れがいるということですね。気づかれないように移動していきます。 All right. These fucking infestations are getting out of hand.気づかれてしまいましたね。
That was the last one. こういったたまに出るクリティカルを、うまく出ればいいんですが、そこに、このスクリーマーをできるだけ早く倒したいですね。囲まれてしまいましたね。でスタミナを温存しつつ、まだスクリーンも上がりますね。Last mag. Loaded them ready. さあ、最後のマガジンを使ってしまいましたね。ここにいるゾンビをすべて蹴散らしました。そしてまさかだとは思うんですが、あまり資材がないかもしれませんね。No stone unturned. 回復薬が一つあっただけですかね。本当にあれだけのようですね。ここに何かあるようですね。何もないですね。救護資材がありましたね。ゆっくり後ろから近づいて、ちょっと即死技を失敗してしまいました。救護資材を置いて、
の壊れた武器を直す、場所も作りたいですね。今ここにあるのは、ジェネレーター、そして、畑も作っておりますが、ちょっとこのジェネレーターのあまり使うことないので、壊してしまいましょうか。で、このクラフトするところを作った方が、現時点ではいいかもしれませんね。ちょっとまあできるまで時間かかりますね。ちょっとこのキッチンはちょっと燃料がないので、その燃料の資材も集めていきたいですね。食料や、弾丸を作る資材も、充実してますね。この名前の横に、マークがついているのは、クエスト、そのキャラのクエストが、できる状態ですね。この、ダウド、そして、ハイレイの、疲労が取れたようですね。銃も、そこそこ拾ってきてますね。まあ、この、弾道が飛び捨てのは P07 ですね。弾丸、9ミリパラメダム弾ですね。あ、今作ってくれてますね。ではその間に、このキャラで、叩いてるゾンビがいますね。やめろこの野郎。ああいう騒音でも他のゾンビが集まってくるので、できるだけ早く、処理した方がいいですね。Looks like we fucked up there. Oh, really? Damn.ちょっと遠いですが、あそこに人が、いますね。
気づかれないように近づいて。ここ行ってみましょうか。クラフトするところが出来上がったようですね。障害になりそうなゾンビはしっかり倒しておくことが、帰りも安全になりますのでね。あの下に、群れがいるのであまり無理はしないように。あの家のようですね。スクリーマーが2体と、普通のゾンビが8体。スクリーマー、よ、スクリーマーで。This shouldn't be a big problem for a bit. We can relax.
ひとまず安心ですね。警報ですね。フラッシュレイダーぞ。クラフトに使うネジですね。クラフトに使うネジがまた出てきましたね。集めておいてた損はないですね。リュックサック。No room for that. 通常はこの6つのリュックサックなんですが、8つを装備するとかなり持てる数が増えるのでいいですね。I'm already full up.そのやつはもう捨てておきましょう。そして、ボウガンですね。ボウガンの弾と、爆竹。探せるところがあるようですが、ところで、話は変わりますが、私は、大晦日まで、仕事になってますね。しばらくは、お休みはないですが、仕事も頑張っていきたいと思います。年明け、正月2日間だけですが、お休みも、そこまで、1日2日と休みですが、そこまでは、頑張っていきたいと思いますね。Loader right there.プローターがいますね。あの敵のガスを吸うと、一気に、疲労度が溜まって、体力とスタミナの上限値が減らされますね。森がいますね。いや、とりあえず戻りましょう。ヘイ、コンパデレ。
ネジを消費することによって、武器の修理ができるようになりました。先ほど壊したマチエーテ、33個使って直しましたね。で、先ほど拾ったボーガンの弾、そして爆竹とフラッシュグレネード、そして警棒、これを置いて、爆竹が作れますね。で、ボーガンの弾、リリーと、ガッポの、疲労も下がりましたね。はい、では今回は、ここまでにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。今回、ステートオブディケイ2、今回は資材集めのだけでしたが、やっていきました。無理がありますね。ちょっとこの群れを群れとちょっと戯れてみましょうか。さあみんな出会え出会え。あっちからも来てますね。はい、今度こそ、ここまでで終了したいと思います。いかがでしたでしょうか。今回ステートオブディケイ2、続きをプレイしてみました。ちょっと今の、ホームに、燃料の資材がないので、次回はそれを集めてから、次のミッションなどに進んでいきたいと思います。またその時はどうぞご視聴よろしくお願いします。今回ありがとうございました。うつぼでした。